こんな異世界は嫌だ。はい、雄大先生です。今回は小説を使ってピッチアクセントの練習をしたいと思うんですけれども、まずですね、例えばこのタイトルなんですけど、一つ一つ読んだら、こんな異世界は嫌だ。なんですけど、これを普通のスピードで読むと、こんな異世界は嫌だ。こんなのなと異世界の意が同じ高さになります。このようにですね、 低い高い低い高いと続くと真ん中の低いが高いに変わります。単語だけで読んだ時と文で読んだ時でピッチアクセントが変わる場合というのがあります。こういうのに気をつけて練習してみましょう。中原慶一中原慶一短編集早く読むと短編集たとペの高さは同じになります。 短編は平板ですが、週がつくと短編集、アクセントがなかなかに変わります。すべて独立したエピソードで、すべて独立したエピソードで、話としてはつながっていません。話としてはつなが,がっていません。話としてはをなげて読むと、話としては、 後ろのしてはのアクセントがかなり弱くなります。海。俺の名前は山田太郎。俺の名前は山田太郎。これも俺のののと名前の名が同じ高さになって、俺の名前はこうやって読むと自然に聞こえます。ごく普通の高校生さ。ごく普通の高校生さ。 ごく普通、ごく普通。高校生、早く読むと、高校生。見渡す限り深い海が、見渡す限り深い海が、ひたすら続く異世界に転移した。ひたすら続く異世界に転移した。 陸地や島は一切見当たらず。陸地や島は一切見当たらず。船も酸素ボンベも食料もない。船も酸素ボンベも食料もない。酸素ボンベ、酸素ボンベ。複合語になるとアクセントが変わります。